はい、本日もナレーション一発撮りで進めていきたいと思います。パスタ世界一の湯気さんのレシピを参考にカルボナーラ、たらこカルボナーラを作ってみました。どこから、卵黄と、粉チーズと牛乳を混ぜ合わせてバターを溶かしたところにたらこを2腹入れます。そして色が変わったら1回卵液の方に入れてよく混ぜて再び、フライパンの方に戻します。でトロトロになってくるまで手をよく動かしながらソースを作っていきます。混ぜてトロッとするまで混ぜて、茹で上がったパスタにかけてそちらも混ぜ合わせます。これでカルボナーラの完成です。ブラックペッパーを振って完成です。食べてみたんですけどちょっとバターが多かったなというイメージで、皆さんはぜひ湯気さんの YouTube を湯気チューブというやつをご覧ください。400人達成しました。ありがとうございました。